はい、皆さんこんばんは。今日は新狩り現象縁も竹縄でございますが、はい、斉藤さんと私で、はい、2人で、そうですね、差しで、はい、名前はちょっと変えたんですけど、あ、最高が、あ、いや、最新が斉藤です。最新が斉藤になりました。よろしくお願いします。で、今日は、2024年9月21日、はい、爆竹の37年、そうですね、デビュー記念日、そうですね、ね、はい、そしてこの日にシングル、うん、出ました、ね、アルバム、はいはい、タイトルがなかなか覚えられない、発表になりました、はい、シングルが、はい、雷神、風神、風神、レゾナンス、レゾナンス、ね、なかなか聞かないあれですよね。あのね、はい、あれ楽器用語ではレゾナンスってよく言うんですよ。 あの、俺シンセサイザーやってるんですけど、 あれにはレゾナンスっていうこう、はい、あるんです、つまみがあるんで。なるほどなるほど、あれ調べたらね、共鳴とかね、うん、そうでしたね、私もすぐ調べました、共振とかね、はいはいはい、そういう意味があるみたいな。俺今日ね、タイトル聞いてちょっとピンときたんですよ。はいはいはい、あれ多分、はいはい、今井さんとヒデさんのボーカルの共振です、はい、うん、ああ、なるほどなるほどなるほど、2人の掛け合いをやって、いいですね、はい、多分間違いないと思います。なるほど、私もそこを持って、さらに、はい、レゾナンスが、はい、レゾがユータで、はい、レゾナンスが兄かと思ったんですよ。違いますかね。どうなるか楽しみですよね。本当楽しみですね。だって無限ループが、はい、かなりタイトルと曲が、あれは騙されました、ね、裏切られたというか、あれ騙されました。ああいう夏のなんかソングみたいな、無限ループはほら曲聴いた時にほら69系の、あ、そうそうそう、そうでしたね、なんかすごいこうドロドロとしてヘビーな曲吹くんじゃないのかなって思いましたけど、実際来てみたら、あのシティポップっていうんですか、そうですね、あの爽やかな夏のね、あれ最高にいいですね。そうですね、あれ大好きですよ。そうですね、なんでしょうね、サンバじゃない、ああいう夏なんかこう違うの入ってますよ、なんていうんですかね、なんかでも爽やかな、今までの爆竹になかったですね、なかったような、そうですね、うん、まあ、あえて言えばシーサイドストーリーとかその辺が近いのかもしれないですけど、うん、だから今回もそのうちらのこの予想の上を行くようなものが、そうですね、出てくる可能性は、ね、またタイトルに騙されちゃいけないですからね、うん、でも今回はね、俺絶対何着ても好きになると思います。でそれは間違いないです、うん、それはそうですよね、もうとにかく負けない人その気持ちはとにかく今回その初めて聞く時のこのワクワク感って今までにないものがあるんで ね、 うでね、もう新生爆竹で第2期ということで、あのでもビジュアルほら4人で並んでるビジュアル見ちゃうとね、あ、本当に4人なんだっていう ね、なんか影の数とか数えたりとか、あ、やっぱ4つだとか、あ、そうなんだ、何かあれじゃないかなって言いましたけどね、あ、ちょっと残念だけど、まあまあ4人で力強くやっていくっていう宣言でもあるし、ね、そうですね、本当はほら、あっちゃんのなんかそういう歌詞とかが残ってるようなのがあるらしいんですけど、あるでしょうね、そうですよね、あるんだけど、今回はそれは使わずに、あくまでも4人で作ったものを出すと、そうですね、今回は、まあまあ、それはなんか取っといて、なるほど、あ、なんか違うタイミングで出す、あ、いいんじゃないですかね、いいんじゃないですかね何見てますかって言ってたんで、はい、それはそれでまだ ね、楽しみは残ってるってことで、うん、そうですね、いいと思います、うん、はい、でそれで今回はその、はい、まあ、爆竹のお互いにね、はい、好きな、そうですね、アルバム、はい、これをね、あ、そうですね、ちょっと語って、はい、見ちゃおうかなっていう、そうですよね、俺が言っちゃいますか、はい、全部好きなんですよ、爆竹のアルバム、それ全部好きなんですけど、皆さん分かってますよね、うん、全部好きなんですけど、でもあの考えてたんですけど、うん、あの回数を一番聴いてるやつ、うんうん、過去どれが一番聴いてたかなっていうのを考えて、はいはいはい、多分一番聴いてたんじゃないのかなっていうのを選びました。なるほどなるほどね、はい、それはこれです、じゃーん、ダークアザンダークです。これはね、衝撃受けましたよ、いや、みんな多分衝撃受けてんじゃないのかなと思うんですけど、はいはいはい、人それぞれね、はい、っていうのはなんでかっていうと、ほらその前のアルバムが殺しの調べ、うんうんうん、でほら結構そのビート路線の、はい、しかもそこにこうシンセギターギターシンセがこう絡んで、うんうんうん、こうほんとポップの頂点にある意味行ったような気がするんですよ、うんうんうん、殺しの調べで、うん、そこで次じゃあ何が来るのかなって、うん、
そこで普通だったらほらもっとこう、まあ、そうですね、ね、ガツンとくる、しかも1曲目、はいはい、ガツンとくるとすーげーかっこいいのくんのかなっていう、はいはいはい、そういう期待の中で、まあこのでもジャケット見た時ちょっと不安があったんですよ、確かにね、なんだかわかんないですよね、あれこれホップかなこれって、うん、ちょっと不安は確かにあったんですけど、なるほどで聞いてみたらなんだこれはと、ちょっと意味がよくわかんないっていうか、まあレゲエはレゲエですけどね、まあ1曲目ね、ただあれ1曲目ってほらポップなものがねシングルっぽいものが来るっていう、一応その時はまだそういう先入観みたいなのを持ってたんで、そこでいきなりこの1曲目きらめきの中で来ちゃって、あれっておかしいな、これいいのかな、そこで始まって、で一番ね衝撃受けたのは2曲目、はい、あのディープスロー、ディープスロー、これが、はい、ジャン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 、ジャンジャンってすごい歪んだドラムで始まって、しかもあのボーカルがリバーブがすごいんですよ、あの曲、リバーブがかかりすぎちゃって、はいはい、なんか何を歌ってるんだか本当にね、最初に聴いた時何を歌ってるか全く分かんなかった、ボーカルが全然聞こえなくて、はい、あれ何これってすごい衝撃を受けたんですよ、そうなんですね、そう、それをはっきり覚えてます、あれってバックチック大丈夫かなって思って、はいはい、ただね、ほらその後ずっとやっぱり何回も何回も聴いていくと、このダーカザダークルスの深みにはまって、もう文字通りタイトル通りですね、まさにはまってしまったっていうね、なるほど、これダーカザダークルス、まあ、結構みんな好きな人いるんじゃないですか、そうだと思いますね、当然、俺だけじゃなくて、まあ、嫌いなアルバムがないですからね、そもそもね、あ、まあまあ、はい、まあディープラ爆竹ファンは結構ね、はい、上げたりするじゃないですか、ちょっと今日3種類持ってきましたけど、あ、もう、あ、そうかそうか、誘惑、青の世界、神風、ゼロ、ドレス、そう、ライオン、これあのー、リマスター版でしょ、あ、はい、はいはいはい、あと神ジャケ版っていうのもあって、まあ一応全部持ってきましたけど、はい、これ見るとかなり冒険した歌がいっぱいありますね、はい、なんかもう青の世界なんかもうハードですもんね、そうですね、いきなりノイズから始まってね、ガーっていうノイズから始まって青の世界を起こすってね、これこう人気投票でもかなり上の方じゃないですか、浮くんじゃないですか、そうですよね、ここであの隠しトラックもあるじゃないですか、そうですね、93曲目にダーカーダンダークネスが入ってってね、はいはい、そう隠しトラックもあってレコード屋に返品しに行ったって私は本当にこんなに言えるんですか、いや私もそうですよ、え、マジで93点でえってなる、え、そうですよ、はい、でレコード屋さんも聞いてなかった、マジで、電話で交換して、マジで、そうその日そんな人いるんですか、いっぱいいました、いっぱいいました、いました、はい、その一人ですけど、壊れてるんじゃないかと、そうそうそうです、そうです、はい、初めてじゃないですか、日本ではこういうのも、あ、マジで、はい、そう、俺、まあ、これの前にあの、ナインチネイルズのそう、はい、そうブロークンっていうのを聞いてたんで、あれは98曲目、99曲目に、はい、あの隠しトラックがあったんです、ナインチネ、もうそれも聞いてたんですか、そう聞いてたんですけど、そうだからそれがあったから、この休日、あ、これ真似したなっていう、なるほどなるほど、あれだなって、すぐピンときて、まあまあもうそんな返品するなんてことはなかったですけど、で一応ねこのアルバムにちょっとかけて喋ってみると、なんかねあんまりちょっと関連性を語ってる人が見たことがないような気がするんで、一応ね紹介しようと思うんです、はいはい、こう爆竹以外のね、あ、はいはい、あのアーティスト、あ、セックスピストルズはみんな知ってるでしょ、はい、そうですね、有名、名前はみんな知ってるんですよね、多分名前みんな知ってるよね、これのセックスピストルズのボーカルだった、これジョン・ライドンっていう人がやった、パブリックイメージリミテッド、PIL です、そうなんだ、これ名前しか聞いたことない、ほぼほぼ聞いたことないですよ、マジですか、はいはいはい、これまあポストパンクっていうか、まあ、そもそもニューウェーブってあのあのパンクからの流れでニューウェーブっていうのができたんで、はいはいはい、まさにそれを体感したのがこの人なんです、セックスピストルズのボーカルなんですか、そう、へえ、セックスピストルズからそのニューウェーブっていう方に向かっていったのがこの PIL っていうこれなんですけど、これ略っすよね、そう、パブリックイメージリミテッドで PIL、へえ、でこれの、
セカンドアルバムこれ、うん、メタルボックスってなんですけど、はいはい、これにデスディスコっていう曲があるんですけど、おーおー、これ白鳥の湖を弾くんですよ、うんうんうん、レゲエ調の曲で、はいはい、実は、はい、きらめきの中で、うん、ライブでいつも白鳥の湖弾くの知ってます、うん、あートゥ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 ってこう弾いて始まるみたいなのあるじゃないですか、はいはい、多分ねこれのあれです、ここから来てます、デスディスコって曲、あのね、うん、アルバムでは、うん、スワンレイクって、まあ、まさに白鳥の湖っていうタイトルなんですけど、うんうんうん、シングルだとデスディスコって、これなんかそういうの、うん、爆竹の何でしょうね、こう 元となった、はい、参考にしたみたいな、知ると嬉しくなりますよね、そう、うん、多分ね、ここかみたいな、うん、なんかちょっともらっちゃったかな、うんうんうん、メタルボックスってこういうね、レコードをこういうね、メタルの箱に入ってたんですよ、そういうのもなんか似てますよね、そう、爆笑いろんな、そう、そういう遊び心みたいな、そうですね、これあの、本当はレコードのこうでっかいやつなんですけど、これ CD 版にしたこれ、メタルのボックス、でそれだけじゃない、はいはい、DIL の関わりっていうことでは、うん、これ、その次の次のアルバム、うん、This is what you want っていうのがあるんですけど、うん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 、これは実は69のラブレター、うんうん、ビッティスパンチボンテ、はいはいはい、ビッチボンテ、多分ねここから来てます、ビッティスパンチボンテっていう、はいはい、これディスイズバッチボンとなんですけ ど、 なるほど、それをこう疑問形にして、はいはいはい、ここにその持ってきた引用してるっていう、多分 ね、 いいね、俺の予想では、はいはいはい、それに、このラブレターの歌詞の中に、うん、あの 犬をひっくり返すと神になるっていう歌詞があるの知ってます？あるんですよ、はい、英語で歌ってる、はいはい、犬、うん、俺は犬になりたい、うん、で犬はひっくり返すと神になる、うんうん、歌詞があるんですけど、ちょっと今英語で浮かんでこないんですけど、すいません、はい、いえいえ、それも実は、はい、この BIL のファーストアルバム、うん、これ「レリジョン」っていう、まあ、宗教っていう曲があるんですけど、うんうんうん、そこにまさに同じ言葉があるんですよ、いる、ひっくり返すと神っていう歌詞が出てくる、だからこのダークアザンダークネスと69あたりは今井さん多分この BIL の強い影響を、あの暗い感じ、はいはい、暗いんですよ確かに BIL の、なんかジャケット見るとそんなでもないですよね、かなりねすごいですよ、あのアバンギャルドっていうことですかね、要するに、これはソロ、ソロじゃないバンドなんです、バンドなんです、そう、結構流動的なバンドなんです、ね、あ、なるほどなるほど、特にこれフラワーズオブロマンスってこれサードアルバムは、うん、ロマンスなんです、ね、そう、これは、はいはい、もうドラムとボーカルだけっていう斬新です、ベースが抜けちゃって斬新ですね、残ったね、あのボーカルとドラムだけで延々と、はい、盆踊りみたいな感じ、もうずっとこういう衝撃的なの、もうそういう前衛的なアバンギャルドさっていうのはいいですね、そのダーカーザンダークネス、そして69に間違いなく受け継がれてると俺は確信しています、なるほど、ただなんかその辺のなんか関連性って語ってる人今まで一回も見たことないんで、あ、そうなんですね、うん、まあ、あんまりこれ自体が聞いたこと、皆さんどうですかね、聞いてます、聞知ってます、BIL って誰か知ってます、このセックスピストルのボーカルがやった、はい、それすらも結構皆さん知らない感じですね、そういう指摘でした、素晴らしい指摘、はい、指摘指摘なんですか、誰も言わないんです、ありがとうございます、はい、じゃあ私が今日あの神曲神アルバムで、はい、まずはアルバムワンライフワンデスを持ってきたつもりが、はい、カトップのライブ版を間違って持ってきてしまったので、ジャケット似てますもんね、変えていいですか、あ、いいっす、変えていいですか、はい、ちょっとあのせっかくなんかレコードを持ってきてくれたので、いいっすよ、結局全部好きなので、はい、あ、これはねお借りしますね、はい、タブーですね、外せない、これはあのリアルタイムで予約をして買った CD が、はい、タブーなんです、はいはいはい、あれですか、あのピクチャー版、ピクチャー版、そうそうそう、ピクチャー版ですね、で、まあ、セブンセブンを聴いて、はい、まあ、あのロマンティックさとかですね、はいはい、あの見た目とギャップがすごく良くて、はい、
で予約して買って、はい、入れてアイコンのクラスムですよ。はい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 、はい、どうした？もう CD 入れ間違いみたいな。いや、あの1曲目は衝撃的でしたね。これ本当びっくりして、で東京セクソーユー、はいはい、エンブリオって、はい、これなんか桜井さんの体温からドンドン、その前が、そうそう、それが桜井さんのなんかこう体温じゃないな、心臓の音。あ、そうなんですらしいですね。へえ、ちょっと音がちっちゃすぎてたな。そうそう、めっちゃちっちゃくですね、うん、もっと大きくすればよかったって誰か言ってましたもんね、はい、うんうん、で切り裂きジャックの J、はい、でファーストってもう何やっていうのがファスト ヒデでしたっけ、レモラリーでしたね、うん、ですかね、うん、とかで、はい、サイレントナイトとか、はい、タブーはあのドリフの、はい、バー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 ですね、有名なね、そうそう、あれを引用してますね、うん、でまあまあ皆さん知ってるジャスマンキスで助けられて終わるみたいな、そうですね、アルバムですよね、はい、この中もめっちゃかっこいいわけですよ、はい、なんかこう ロンドンですか、ロンドンレコーディング、レコーディングしたやつなんですけども、はい、まあロマンティックなところも好きなんですけども、はい、まあ、急にこれタブー選びましたけど、はい、もう全てが神アルバムの中で、はい、このハードさっていうところで、はい、先ほどの PIL みたいな形で、はい、うん、私が今日はおすすめするのは、はい、バウハウス。あ、バウハウスご存知ですか、はい、バウハウス、はいはいはい、これもだって必ずバッチクのメンバーから名前が出ますからね、バウハウス、バウハウスはね、バウハウスはオリジナルアルバムは 4枚しか出してないですね。え、そうなんですか？4枚だけなんです。4枚しか出してない。これもインザフラットフィールドは持ってます。ああ、そうなんですね、うん、デビューアルバム、インザ、そうですね、これがデビューアルバムですね、うん、これだけは持ってます、ね、これのね、もう暗いんですよ、暗い、じゃあ闇よりも闇よりも闇ぐらい、はい、暗いですね、はいはいはい、これはあの2曲目のダブルデアっていうのは、はい、もう爆竹です、はい、もう爆竹ですね、はい、もう爆竹で闇ですね、でバウハウスなんですけど、はい、4人組なんですよ、うん、4人組なんですけど、はい、この爆竹とちょっと比べていくと、はい、まずピーター・マーフィーっていう人がボーカルなんですけど、はい、もう桜井さんです、うん、もうあのパフォーマンスが桜井さん、はい、まだね、かっこいいですよ、うん、で桜井さんが後々、はい、あのザ・モータルっていう、はい、あの作って、はいはいはい、アルバムを出してますけども、はい、あのスピリッツっていうのは、ね、バウハウスの、はい、あのスピリッツっていう歌なんですけど、はい、それのカバーなんですけど、うん、やってましたね、カバー、もう聞いた時びっくりしましたね、うん、声がそっくりすぎてもうびっくりしちゃって、はい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 、なのでこのバウハウスのスピリッツもやっぱりその桜井さんかなり影響を受けてるということで、はいはい、でこれもあのジャケットも結構爆竹っぽいんですけど、はい、これは暗い目の天使っていうジャケットなんですけども、はい、これがもうデビューして、はい、次の年に発売したのが、はい、マスク、これマスクですね、はい、これギターのダニエル・アッシュっていうのが、はい、あの書いてるんですけど、はい、とあのこのパンダみたいなの書いてるんですけど、ダニエル・アッシュは、はい、今井さんです、あ、もう今井さんですね、はい、もうあの弾き方が、はい、とか、まあ、例えばマイクを下にしてこう弾く 歌うとか、はい、パフォーマンスもかなり今井さんです。で驚くことに、はい、4人組なんですけど、あとベースとドラムがいるんですが、はい、兄弟です。あ、そうなんですか。そうなんです、知らなかった。マジで、はい、あのデビッド・ジェイっていうのがベースで、はい、お兄ちゃんなんですけど、はい、でドラムが、ケビン・ハスキーです。でこれベースとドラムが、はい、兄弟ということで、はい、イギリスなんですけど、はい、星野秀彦がいない爆竹だと思ってます。マジ、うん、そうなんですよ、もう全部おすすめこれなんかね、面白いのが14曲目、あのデビッド・ジェイ、ピーター・マーフィー、ケビン・ハスキス、ダニエル・アッシュっていう歌があって、もうソロなんですよね、ほぼほぼソロというか、一人ずつ好きに歌ってるとか、あとセルフプロデュースもよくしてるんですよ、ドラムに乗せて、ね、そんな感じです、っていうところで、はい、すごく、あと一つ目戻りますけど、はい、ライブなんていうのは、はい、もう今井さんのギター、今井さん参加してるのぐらい感じですね、はい、80年ぐらいデビューしてるんですけど、80、81、82、83と、はい、毎年アルバムを出して、これ 3作目はこれ、ザ・スカイ・ゴー・アウト、はい、もうこれなんかはもう
なんか爆竹っぽいじゃないですか。あ、はい、もう全部でも爆竹っぽいっちゃ爆竹。そうですよね。これもまたこれにさっき言ったスピリットが入ってるんですけども、はいはい、あと All we ever wanted to was everything なんか私怖い映画とか大嫌いなんですけど、なぜかウォーキングデッド見たんですよ、はい、ウォーキングデッドでこれ流れてきて、なんかちょっといいな、もうこれ、まあ、バラードですけどね、あとあのジギースターダストって言ってあカバーデビッド・ボーイのカバーをしてるのがここにあるんですけど、またデビッド・ボーイも好きなんですけど、はい、デビッド・ボーイよりかっこいいですね。お、完全にかっこいいです、ね、あ、そうですか、うん、で最後4作目が、はい、バーニング・フローム・ジ・インサイドって言うんですけど、だからボーカルのピーター・マイがほぼほぼ体調が悪くて、はい、ちょっと待ってと言ってるのに、うん、勝手に3人が作っちゃったみたいなアルバムなんですね。でだって3人でやってるのラブ&ロケッツですよね。 そこでちょっと仲が悪か、ボーカルもだからボーカルが入ってる歌がほとんどあんまないというか、あ、インストなんですか。うんと、ダニエラ・シトカが歌ってます。あ、っていうのもあって、うん、まあ、実際 3.5 みたいな感じですよね、でその後実は復活してるんですけど、そこはちょっとまあ今日は割愛させていただくということで、あ、はいはいはい、まあ、とにかくこのバウハウスがもう爆竹すぎて、もうたまに聞くと、もうめっちゃいいですね。だからなんか爆竹のメンバーがいつもその好きなバンドっていうとバウハウスとかね、あとラブ&ロケッツ、ね、そうですね、ラブ&ロケッツはさっき言ったそのピーター・マヒボーカルが抜けて、その残りの3人で、もともと3人でやってて、そこにピーター・マヒが入ったんですけど、あ、それあれだったんだ、はい、まあ、抜けちゃってという、で、あっちゃんもね、好きなボーカル言うと必ずあのピーター・マーフィー、ピーター・マーフィー、デビッド・ボーイってね、言いますもんね。そうですね。そうで、もうデビッド・ボーイの、ジギスターダストを歌って、はい、で、この中でですね、はい、T-REX のカバーもしてるんですけども、はい、T-REX のカバーが、あのテレグラムサブっていうカバーをしてるんですが、うん、そのテレグラムサブ、今 YouTube で見れると思うんですけど、テレグラムサブの、はい、プロモーションビデオが、はい、爆竹の、はい、フィジカルノイローゼのまんまなんですよ。なので多分まあT-REX を、バウハウスが、はい、カバーして、はい、そのプロモーションビデオを爆竹が孫だ、そういう形で全部音楽ってつながってるなみたいな、つながるんですよね。そうそうそう、なんかこう、まあ、ゼロからスタートじゃなくて、はい、でもこういう人たちの歌を聴いて、そうですね、ミッシルとかもですけど、はい、エルビス・コステロとか、あ、ドリカムなんかもアース・インド・ファイヤーとか、はい、でも全部つながってきてるんですよ、ね、そうですね、そう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 、そうやって脈々とね、はい、音楽ってね、それはなんかそうですよね、これはなんかまた見つけたりとかして、はい、午後 BT トレーナーの「ヘイヘイヘイ」みたいな、あれももうね、T-REXグレムだって、そうですね、グレムだってよく言われますね、っていうところで、なんかそういうのを見つけるのもまた楽しいみたいな、ルーツを探すっていうのもなかなかね、そうですね、楽しいですよね、面白いなと思いますね、みんな必ず影響を受けてますからね、そうですね、誰か次第ね、爆竹の場合は真似事で終わらない、はい、もうそれを食っちゃうという、はい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 、ささやきのなんかこうアルバム、あ、なんでしょうね、シングルみたいな、はい、あれダニエル・シュもカバー、プロデュースしてくれてるんですよ、実は、はい、リミックスかな、リミックスで、あれリミックスとかなんか、ね、そうそうそう、レッド・バッツとかもしてくれてるんですけど、うん、常にちょっとダニエル・シュで、なんかすごいなって思って、あれ、固定さんがリミックスしたの、固定さんもしてますね、確か、マイベイビージャパニーズだっけ、なんか違うな、なんかやってますね、うん、はいはいはい、あんな形でやってくれてますね、あ、なるほど、だからそういうなんか、なんでしょうね、こう好きな憧れの人たちが自分の歌をまたしてくれるなんて、すごく爆竹もすごい、やっぱもうね、まあ、私からすると超えてるんですけど、なるほど、うん、ね、シェイプレスなんかもね、はいはい、今井さんとかが好きなアーティストにこうリミックス知ってもらって、すごく喜んでましたもんね、そうですね、そうやってこうね、影響を受けた人の音楽を取り込んで、またそれをフィードバックできるんでね、そうですね、だからこれから爆竹でそうやって影響を受けるアーティストもね、まあ、今実際いっぱいいますからね、あ、いますよね、確かにね、クロス調べ2とか、あ、ありますね、アルバム出してくれたバンドとかもいらっしゃいますし、なんていうあれです、あれ水戸のバンドなの、ムックか、あれ水戸なんだよね、水戸のバンド、へー、うん、まあ、そうなんですね、まあ、俺
俺の影響下にある。ああ影響。すごいっすね。なんかお母さんが好きで見たこと言ってますね。お母さんが好きでそのまま見たみたいな。あそうなんですか。言ってました。若いっすよね。はい、はい、うん素晴らしいです。はい。まあじゃあそんな感じでね。まあ爆竹好きなアルバムもあるし、そこにね影響も感じると。そうです ね、もう愛しかないですね、バックしか愛し脈々とね、はい、その影響を受けつつ、はい、進化と、はい、していく、で、バックチク、また今年、その進化のね、新たな進化を見せてくれますんでね、うん、楽しみです、楽しみですね、ね、はい、まあ、斎藤さんじゃないですけど、最新が最高のそうです、ね、バックチクなんで、はいはい、まあ、向こうのパクリですけど、はい、私からじゃないですからね。今井さんもね、もうだからもう常にもう次は超えるって言ってますからね。いやすごいですね、はい、綺麗のねこう今までにない目力とかね、はい、目力ありましたね。あの年末の武道館とかすごかったですね。そうですね、そうですね、綺麗が覚醒してますよね。そうですね、来るんじゃないですか ね、はい、新たな爆竹の時代を感じつつ、きっと見てると思いますよ。上で多分こうね、そうですよ、あっちゃんこうやって心配しながら見てるかもしれないけど、ね、そうですね、その辺も楽しみに、うん、そうですね、じゃあこれからも応援やっていきましょう。しんがり現象3も期待してますんで。あ、そうですね、はい、はい、まあ、また考えていきます、はいはい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも失礼します。